こんにちは、ウレス。今回ですね、ハロウィン恐竜使っていこうか。いやね、こいつ手に入れたね。課金ガチャでクソが。でね、今回こんな感じのパーティーで百花繚乱5やっていこうかなと思うんですけど、今回はグランエルムの方と合わせて使っていこうかなと思います。黒飛びはね、多分あんま持ってる人いないと思うんで、僕を含め持ってる人いないと思うんで、今回こんな感じの組み合わせでやっていこうかなと思います。でこいつなんですけど、十強が4つにスキルプラスが2つで、毒耐性に指があると。結構強いね。で、スキルがめちゃめちゃ強くて、5ターン軽減ループしながら2ターンな属性吸収も無効化できるんだよね。で、リーダースキルも闇水の同時攻撃で半減攻撃が11倍、5コンボ加算ガチでかいよね。で、闇属性の全パラ 2.2 倍ということで、今回グランエルブとね、組み合わせて百花繚乱5やっていこうか。はい、それじゃあね、早速やっていこうか。で、脅威の軽減ループはもう貼っちゃったね。オッケーで、まずこのレーガロバめちゃめちゃめんどくさいキャラランキング堂々の第1位ぐらいにね、いつも顔ぶれ変わんないよみたいな、そんなキャラクターのレーガロバンからやっていくんですけど、じゃあ一旦だけ耐久してきました。でこれ半分までですよ。距離の火力ご覧ください。いや、もう素晴らしいね。めちゃめちゃ素晴らしい火力出てますね。行動ターン変わると何していくんだ。アグ読めない、すごいね。なんかパスタにありそうな名前、アグレニチードみたいな、そんな名前しておりますね。攻撃はしてこないと。こいつはね、結構強くて、今回あれの武器つけてきました。なんだっけ、ハロウィーン出てこない、全然出てこないです。ハロウィンのあいつでつけてきました。コットンだ、ハロウィンコットンつけてきました。で結構ね、今回これ距離をねリーダーで合わせるってなると、あれなんですよね、めちゃめちゃなんていうの、副属性を変更しなきゃならなくて、あんまり現実的にいいパーティーではないんだけども、それでも強いよっていうのをね、皆さんに証明していこうかなと思います。さあ倒しますと、オッケー。さあ、いや、めちゃめちゃいいパーティーだ。距離ガチかっこいい。こう見た目ガチすぎだね、こいつ。こいつだったらさ、もう結構とか全然引いてないけど、今持ってる石でめっちゃ引いたけど全然出ないね。もう本当に出ないんですよ、こいつ。マジで出なくて、もうせっかくね、朝10時に早起きしてね、ウッキウキでガチャ引いたのに、もう出てみたキャラを見てみれば、いや、もう小ざっぱりしたらもう何にも出てないみたいな、そんな感じで、で、よし、こんなんで。いや、いいね、これ今回、百花繚乱のね、百花チャレンジ、この前昨日クリアしたんですよね。だから、今日常設の方に行ってるね。だから、これで、こっちでも初クリア目指していきたいよ、みたいな、そんな感じになっております。オッケー。うん、ルーレットガチ邪魔すぎ、すごい邪魔。終わり散らかしてるね、これ。みんなすごい終わり散らかしてます。これ使いますね。これ闇をもらわなくちゃいけなくて、一応これでロックを剥がします。で、指が11秒もあるんで、 OK、 闇のタイミングでもらいに行こうか。 OK で、これでもらって、よし、まあこんなんでいいか。 OK、 さあ一旦こんなんで、これ倒せないね。多分倒せないと思うけど、これで一回殴ろうか。オッケー、さあ。いい火力しておりますと。で、これ一生やってくんの、こいつ。もう一生これで食っていけよ、みたいな。水と野菜で食っていけ、みたいな。そんな感じ？すごいね、こいつ。これ闇だけもらっといて。で、闇のタイミングでいきます。いただいて、闇いただいて、回復いただいて、回復いただいて、回復いただいて、いや、もうこれ限界だね。オッケー、さ。ちょ、今日あんまりパズル上手くないね。てかもう今日、な、もう朝、すごい朝だったもんで、今もう12時44分だけど、もう朝から起きてるからね。もうテンションがわけわからんことになっております。で、この、なんかなんだっけ、闇ラードラ。闇ラードラ何してくるのかわかんないんだ。最悪！待って、すごい最悪じゃない？この人。あ、すごい！この人本当にバカなんだな、本当に。指が、またクソギミックすぎんだろ、これ。クソギミック太郎くんが来ました。で、終わりすぎている。すごく終わってる。みんな、これどうする？これまあ負ける未来しか見えないんだけど。一旦でもパズルは組みます。無理！ちょっと待って、すごい下手くそだったんだけど。待って、マジ下手くそ。ちょっと待って。おい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 、待って、こいつめちゃめちゃ、こいつ行動遅すぎ。すごい、なんか明日やろうはバカ野郎選手権優勝してる、こいつ。バカだぜ本当に。 OK で、これで指が短いのは変わりないけど、これ使います。いや、指やばいな、これ。ワンパンはしないでほしい、絶対。闇ね、
これが限界です。オッケー、さちょっとずつ削っていこうか。こいつ行動ターン変わったとかないよね。なんかさ、僕なんかあの闇じゃなくて光の方のラードラが本当にありえんぐらいクソギミックをしてくるっていう情報を手に入れたんですけど、あれ本当なんですか？いや僕さ、見てないんだよね動画。なんかめっちゃ YouTube で回ってきたんですけど、なんか初見で見たいなと思って、だからあえてね、その時のこのクソギミック具合をね、楽しむためにあえて見てないね動画。 OK、 行動ターン変わらないで、これ使います。なんか止まっちゃった。いや、まあ、いいか。ダメージ激減なんで、これ距離とあれ被らないようにだけして、まあこんなんで、よし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 。で次のターン倒せたらマジよし、マジよしです。耐えろ。しっかり倒していくと、次どうしようか、この操作時間でね、やばすぎだろ。距離があと2ターン。どっかのタイミング、距離が切れたタイミングでグランエルブ使おうか。で闇は絶対に消すよ。 OK。 まあなんかめちゃめちゃ下手くそだけど、まあ 2.75 秒しかないからね。 2.75 秒でこれだけできたらまあまあ十分いいでしょう。大健闘に。 OK、 さリバーサルフェザー戻ってきた翼みたいなね、なんか一回失ってたのかな。 OK、 さこれで闇ある、これない、待って闇ない、え、これ一回これ使おうか、やばすぎ。激減張ります。一旦、いやこれね、さっきからあんまコンボできてないからね、同じ色のドロップが余りすぎてるんだよね。ああれだな、まあいっか、一旦これでまあ耐えれるでしょう。いやそんなにね、闇落ちてきたんだったらすごい消えてほしかったですけども、めっちゃ怖いもんだって。これ大丈夫かしら、これ激減張ってるけど危なすぎ。オッケー、さ耐えれてるね。いや弱くない？いや逆に弱いまであるわ、こんなにか弱すぎ、すっごいか弱い。もう一回ぐらい攻撃してくんのかと思った。これで、いや皆さんはあれやってます、なんだっけあれ、全然出てこない、なんだっけあいつの名前、リンシア降臨やってます？なんかさ、リンシア降臨絶妙にむずくてさ、なんか集会はなんかね、パーティー組めなくて、いやちょっとどうしようかなみたいな感じになってるんですけど、いやみんな組めてます？あのパーティー。なんかさ、もう集会なんかいつも芝ドラが最強みたいな感じになってると思うんですけど、正月神結びがずっといなくて、なんか昔なんかあんまり正月神結びが強くない時期に僕当たってて、でなんかね、あもうこいつ弱くねみたいな感じでさ、交換の玉出しちゃったんだよね。ほんと後悔、めっちゃ後悔してるんだけど、あれでなんか帰ってこない。なんかね、あの保証センターみたいなの電話したら、あなんか神結びあなたの昔データいた記憶ありますねみたいな、そんな感じでなんか戻ってこないでしょうか。そうめっちゃ戻ってきてほしいんですけど、すごい戻ってきてほしい。あれ征伐みたいな、距離の軽減力剥がされたけど、もともとねこれ異常なほどのあれがあるんで、耐久力を誇っているんで、このパーティーはだからあんまり関係ない。うん、よしいいね、マジ百花繚乱5マジ楽しすぎるね、これガチ楽しい。 OK、 で今回ねこのカリドラになんだっけ、あのジョジョの時のエピタフつけてるんですけど、ちょっと名前忘れた、キングクリムゾンだ、キングクリムゾンつけたんですけど、今日実装ってか、まあ今回の、まあハロウィンコラボで、ネレがね、もうほぼ完全上位互換みたいな、まあスキルちょっと違うから、まあ超完全とは言えないけど、まあまあほぼ完全上位互換みたいな、なんかアシスト武器出て、やっぱインフレ早いね。なんか噂ではさ、なんかハロウィンが終わるぐらいにさ、なんかこれインフレめっちゃ進んだから、なんかめっちゃ武器エグいじゃないですか、距離もパイモンも。だから、なんか新高難易度、出るんじゃないみたいな噂あるけどね。だからそういや確かにね、裏まんじゅうから全然出てないなみたいな感じだもん。OK、さこうやって新ジャスティスワンみたいなね、俺が一番の正義だみたいな、そんな感じは正義と正義の押し付け合いですよ。なんか言うもんね、なんか正義の反対は悪じゃなくてもう一つの正義みたいな、深すぎんだろ。 OK、 これでまあこんなんでいいかな。 OK、 さボスまで来たね。いや強い、距離マジで距離強すぎ。いやもうさ、僕黒飛び持ってないから、いつもこのパーティーで攻略しようかなマジで。いやそんぐらいね、めちゃめちゃ強いパーティー組めた。オッケー、さいやいいね。前回はねこの闇の方の名前忘れたけども、なんかわけわからんやつと戦ったんで、いや今回はこっちと戦っていこうかみたいなね。オッケー、さ急コンボ一回吸収、これ使います。いや新ダンジョンのさ、何がいいってさ、あの新鮮だから、あのトークが持つんだよね。なんかもういつも話すことないみたいな感じになるんですけど、いやこれだったらもう話すこと無限にあるみたいな。オッケー、さ木の町一応作ろうか。オッケー、これで
しかも無交換ツーループだから、いやもうこれグランエルブ、グランエルブじゃねえ、なんだっけこいつ、リュウサイ、顔似すぎだろグランエルブと、もう親戚じゃんもう絶対、なんかね、あこんにちはみたいな、なんか正月集まってんだろお前ら絶対。これ使いますね。でこれ使ってちょ回復ないの怖いな。だけどまあ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 、まあ、いけるでしょう。ここにこう組みます。うわ持つドロップ完全にミスってるこれ。まあいっかこんなんで OK さ、木はちょっと組めなかったけど、まあ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 、まあ、いいんじゃない。 OK さ、これでちょ回復できないの怖いね。次も回復作るが若干怪しいもんね。これ最悪紙結び使うかね。なんかあんまりしてこなさそうな気がする。力の剥奪、いや大丈夫っぽいね、ありがとうございます。 OK で火が消せない、マジ関係ないんで。で回復も出てきたんで、これは使わなくて OK だね、悔やみ結びは。じゃあここに置いて、いやこれ勝てそうだね。いや簡単だわ。 OK さ、よしさ、なんかねラードラ来てほしいけどね、光の方の。いやあいつのどんだけクソ具合なのか、いやこの目で確かめたいぜみたいな気持ちめちゃめちゃありますけども。 OK さ、でも勝ったねこれは多分。うん、ダイヤ激減絶死崩壊、すごい言葉だ。絶対日常で使う言葉がない日本語ランキング堂々の第8位、絶死の崩壊。グランエルブ使います。でカリダー使って、で紙結び使います。 OK で、まあ意味ないけどカリダー使っちゃおうか。これ全然まるで意味ないね、これ今何の意味もありませんでした今。でここでこう組んで、持つドロップミスってる。ここでまあこうかな。うん、いいね、うまい。さあ、いやこれはクリアしたね。いやもうすごい強いね距離。いやもう正直もう勝ったことも金欠すぎてめちゃめちゃ辛いけど、いやもう強すぎて最高。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。